ラブンソウは信頼におけるカトリック司祭、司教王。字は何字なえ、語は和があり、中国人最初の司教である。1633年、ドミニコ会宣教師、ホアン・モラレス神父とフランシスコ会、アントニオ・デ・サンタマリア・カバレロ神父が、福安で、布教活動を行っていた時点で、ラブンソウはすでに教会の求道者であった。 1633年から1634年の間にカバレロ神父はラに洗礼を授けた。洗礼名のグレゴリウスその修道会が属する証明であるセイグレゴリウス賞を記念して命名された。その後ラはカバレロ神父に従って伝道師となり、南京での布教活動を目指すが失敗し、再び復建省に戻った。1636年にカバレロ神父に従い、 台湾で、布教活動に、従事。1637年6月20日には、ガスパール・アレンダとホアンデサン・マルコスは、彼らを朝鮮への宣教派遣を計画した。だが北京では、迫害に遭遇し、3人は護送されて、福安に戻り、ネイト区で23日間拘留され、その後流刑により、マカオに流された。1639年には、中国各省で迫害が発生。 だは、カバレロ神父に従い、フィリピンのマニラに赴いた。1650年に、マニラで、ドミニコ海に入会する。その後、1652年のまでの間に中国と、フィリピンを往来して、教務を助け、並びに、マニラの聖トマス学院で進学と哲学を学習する。1654年5月29日から6月30日までに、相次いで、偵発式、自社。 副助祭と助祭助会の秘跡を受け、同年7月4日にマニラのポブレーテ司教によって司祭に除会される。翌年に福建省の故郷に戻った。1664年に、陽光先は迫害を発動し、翌年には全国の数十名のヨーロッパの宣教師が公衆に監禁され、ただラブン総神父一人が自由に行動できた。そのため、 1665年から、あとの3年間、ラ・文僧は一人で、中国全土の教務を支え、福建、石膏、厚西、関東、山西、河北、山東、チャンスー、安記、湖南、四川の諸省に赴いた。功績は著しく、およそ5000人の聖人に洗礼を授けた。当時の安南、マカオ、フィリピン等の各地の司教や神父は強行に意見書を出して、 ラブンソウを司教に推薦した。1673年7月30日に教皇庁福音選教省は中国に関する特別会議を開き、その内容はラブンソウをバチカンの大牧の列に加える決定をするかどうかであった。同年10月2日に別の会議を開き、最後に教皇に中国人ドミニコ会士ラブンソウを司教にし、 直接教皇庁に所属する大墓として任命し、派遣すること請求する決議をした。1674年1月4日に、教皇クレメンス10世は、ラブンソ僧を南京大墓に委任し、河北、河南、先生、山東、山世及び、朝鮮の教務を兼務させた。そして、司教が胸につける十字架、司教のリングを送ることで、ラ神父への愛護を示した。 委任の初めには、羅神父が辞退し、1677年初めに、本来はシャムに行って、司教助会を受けるときに、辞退する手紙を書いて、中国とシャムの司教に、教皇への転送を託したが、航路は遠いので、上述した司教の返信は、福安まで届く術がなかった。最終的に辞退は、教皇庁の認可を得られず、司教助会も様々な原因によりますます困難に、 なっていった。1679年に、教皇院のケンティウス11世は、再び正座の意向を表明し、この時には、羅神父は、委任を受託したが、教皇の任命状は遅れに遅れて届かなかった。1685年に、フランシスコ会のベルナルディヌスデラ・キエザ司教が中国に来て、同年の4月8日に、羅神父は、公衆で、司教除会を受けた。 ラシ教は1688年8月1日に南京で3人の中国人を司祭に除外し、彼らはすべてイエズス会主であった。1688年3月29日に教皇庁副院宣教省はラシ教に継承権のある司教を自由に選択して良いという指示を与えたが、この権利を中国人神父を後継者にするのに使わずに、 イタリア人のジュアン・フランシスコ・デ・レオニッサ神父を公認に推挙した。1690年に教皇庁は北京と南京にそれぞれ独立した司教区を置くことを宣布し、ラブンソーは南京教区司教の任に就いた。1691年2月27日に南京で世を去った。ありがとうございます。